亮、無人は大事にしてくれてるか。前にも言ったが、中層に上がるには旧市街の大昇降機を起動する必要がある。調律市長が見つかれば話が早いんだがな。調律市長ってあの女性でしょうか。なんか違うかな。ガラムのスキルで行ける場所が増えているはずです。なかなかの威力です。攻撃にも使えるんでしょうか。より高いところで使うと威力が増すようです。悪いが放っておいてくれ。仕事がなくなって焦るはずなのに、解放されたような妙な気分なんだ。こんなところにいてもしょうがないですよ。町に行ったら仲間がいるよ。ミリアスが秘密裏に製造した特別製の魔力増幅器。ノラは普通のホムンクルスではないんですね。戦闘に特化して作られているようですし。子供がいますね。男の子がはぐれたと言っていた妹でしょうか。話しかけられませんね。何か条件があるのかも。中ボスっぽいのがいます。まともに食らってしまった。当たり方によってダメージが変わったりするんでしょうか。そこまで複雑じゃないのかしら。盾を盾に持っている。そんなこと言ってる場合じゃないですね。攻撃直後は盾を構えられないようです。その時を狙って切ればいいのかな。この警備兵があの女の子を守っていたんですよね。正気を失っているから近づくものを見境なく攻撃しているだけでしょうけど。フリーズフィストが効くようです。多分タイミングはシビアなんでしょうね。で、正気を失ったけど自分の主人だけはまだ覚えているんじゃないかな。一緒に町まで帰ろう。ついでに乗せていってください。すごい酔いそうだけど、ゴリ押しできるかしら。さすがに無理みたい。倒しました。触れる。確か中層にいたはずなのだが。よかった、正気に戻ったのね。お嬢様、残念ですが今の私ではお嬢様を守る役目を果たせそうにありません。それでもせめて町までは届けましょう。最後の使命を果たす機会をくれたこと感謝するぞ、調律師の子よ。ミリアスというのがホムンクルスの製造大手なんでしょうか。魔石の発掘とかで大きくなった会社か何か。フロスト家は魔法使いだけど魔法は廃れていっていると。随分と古い塔だな。煙の魔力の影響で自然も変容しているようだ。この木は血を吸って赤くなったんですね。違いますか。そうですか。ホムンクルスに施された魔術制御は魂を操る古代呪術に近いらしい。かつてこの地にいた古き民の巫女は魂を操り
自らの力としたという。その得意な古代呪術は血によって受け継がれた。フロスト家の魔術師はその力がどうしても欲しかったんだ。仮想にて発掘された膨大な魔力資源には熱や霊気など様々な力を含んでいた。火の魔石が発掘されて以来、煙の国では火を用いた魔道具が多く生み出されたが、火の魔道具、武器は強力で危険であり、ホムンクルスが扱うには特に注意が必要。巫女の力はホムンクルスにも有効で、フロスト家は巫女の血が欲しかったみたい。お嫁に来てもらったのかな、お金を積んで。いつの話なのかしら、今よりもっと昔かな。ミミックでした。油断してた。氷を投げるよ。倒した。前回の配信からアバターの髪の毛と瞳のテクスチャーを変えました。より手書きらしい見た目になって柔らかい雰囲気になったんじゃないかと思います。私はトリプル A タイトルとかは全然遊ばないので、ずっとローエンドのビデオカードを使っていたんですが、動画のエンコードを早くしたいなと思って、もう少しいいビデオカードを買いました。ところが、私の使っている PC ケースが特殊な形状をしていまして、ライザーケーブルを使って、ビデオカードだけを CPU などが設置されている裏側に搭載するようになっているんですね。新しいカードも、かなりコンパクトなものを買ったんですが、いくつかケースと形状の合わない箇所があって、このままでは搭載できませんでした。なので、ライザーケーブルをケースの外に出して、ビデオカードだけ裸で外側に設置してあります。100均で売っていた鉄の小さいカゴがちょうどビデオカードにぴったりはまって、固定できてはいます。もちろん、なるべく近づかないようにしてはいますが、振動などをさせないように。ライザーケーブルはリンクアップさんのものです。パフォーマンスを気にしてケーブルも結局買いました。ついでなんですが、サーキュレーターを使ってビデオカードに風を当てているので冷却性能だけは抜群です。で、アバターの紙や服のお店は概要欄にリンクを貼ってあります。興味を持たれた方はぜひ行ってみてください。処刑者という敵が出てきました。この塔は何に使われていたんでしょうね。よく知らないままここまで来てしまいましたが、どうやって近づいたらいいんでしょうね。とりあえず向こうから来るのを待ちましょう。ここで攻撃。やっぱり火に当たってしまいますね。銃撃でガードを削っておいてチャンスを待ちます。ダウンしました。地味だけどこれを繰り返せばいいかな。ギリギリ当たるくらいの距離から銃撃。飛んできたら回避して攻撃。火は攻撃で消せるみたい。広い施設だけど人が住んでる感じはしなかったですね。ホムンクルスはたくさんいるみたいだから発掘作業とかの拠点なのかな。今は寂れてるけど木も多いし景色は良さそう。こんな状況でなければ歩き回って見て回りたいですよね。でもご飯食べるところもないし、飲み物も買えないし、ちょっと大変かな。もうすぐダウンを奪えそう。行けた。夜晩は便利ですね。でも、ドリルとカッターはそんなに使いやすい感じではなかったですね。普通の銃撃が汎用性高すぎるだけかしら。あとは、リトのフリーズピスト。ボスには通用しないけど、
道中では役に立ちますね。アップデートで弱体化しちゃいそうだけど、ちょっと食らいました。しかし今倍にして返します。コンボの組み方とかいろいろありそうですよね。この銃撃でダウンさせつつ近づいて切るというのもその一つで、ちょっと格闘ゲームっぽさがあるのかも。いろいろ試せる余地があるのはいいですよね。攻撃方法によってボス戦が楽になったり、そういうのを探したり、他の人の攻略方法を見て自分と全然違うなってなったりというのが楽しい。だから私は配信で見て先の内容を知っているゲームでも普通に買って遊んでいますね。触れる。フロスト家のものだな。よく変えられた。気をつけることだ。正気を保っているホムンクルスはもういない。何もない俺にはこんなものしか渡せないが、受け取ってくれ。パーツをくれました。自分の体から外してくれたのかな。そこまでしてくれなくてもいいんだけど。返事がない。動かなくなってしまったようです。彼が何を守って戦っていたのか知りたかったのに、全てのホムンクルスを救えるとは思わないことだ。ノラが言っていた通りですね。でも一緒に来てくれてる。不愛想だけど優しいのかな。ホムンクルスは食事をとる必要はなく、魔力のみで生存できる。また魂の保存と複製によって長年の課題だった仮想の汚れに耐性を持つホムンクルスを生み出すことができた。これは再生能力という思わぬ結果をもたらした。まだ見ぬ最下層の根源の地へ至る日は近い。根源とは何の根源でしょうね。上層に向かってそれで終わりというわけではなさそう。一度上まで行ったらまた下に戻ってこないといけないのかな。汚れを受けると肉体、意識、魂の中でも力の根源の魂を蝕み、肉種が体に発現する。肉種によって肉体は驚異的な再生能力を得て不死の獣となる。時間の経過とともに体の操作が意識から離れ、汚れの持つ憎悪や攻撃性に駆り立てられて狂ってしまう。これは前作の設定の説明ですね。今作でも何か関係してくるんでしょうか。前作から数十年後だからリリーちゃんはおばちゃんに、いや普通の人間じゃないからあのままなのかも。こんなところで会えるとはな。ミリアスの死神。ノラの知り合いなんでしょうか。死神と言っていたけど、倒したら何か教えてくれるかも。大ダメージを受けてしまいました。攻撃範囲がものすごく広いですね。銃撃で応戦するしかないかな。回復しないと。近づくチャンスが少ないですね。逃さないようにしないと。彼はここの主なのかな。こんな広いところで
一人きり。誰もいないわけではないんだろうけど、親しい人はなさそう。危ないですね。今にも当たりそう。なんて言ってると当たりました。後ろから切ろう。ダウンしたけど硬い。ダウンさせてもあんまり削れないですね。回避するタイミングが早すぎるんですね。もうちょっと待ってから回避しないと。いい感じ。銃で地道に削っておいてダウンを狙いましょう。彼はサイなのかな。カブトムシかも。天の道を行き、すべてを司る。動きをつかめてきましたよ。ここがチャンス。あとは銃で削る。映えるプレイがしたいと思いつつ、これが一番。大ボスは仲間になってくれるんですよね。おなじみ、衝撃波が来ました。人によって出し方が違うけど、彼のはよけやすいですね。まずい。通り抜けられるかな。無理でした。もう回復できないので気をつけないと。追加の攻撃が衝撃波だけなら勝てますね。逆にダッシュしちゃった。ここでダウンを奪えたら勝てる。ちょっと惜しかった。これで決めます。届かなかったか。触れる。仮想探査の機関車は調律師2名。ホムンクルスは鎖の獣だけだった。仮想の汚れ、煙はすでに結晶秘境にも及び、耐性を持つホムンクルスも暴走。ようやく正気に戻ったんだ。人間に従わされた洗脳のナー、ミリアスに飼われた使い捨ての調律師。貴様とホムンクルスの何が違う。似た者同士、一緒に変えないか、この地獄を。ミリアスをぶっ潰せるなら悪くねえ話だが。分かってんだろ。力で覚悟を示せよ、調律師。その力、フロスト家のまだ希望が残っていたのか。私のことをミリアスの死神と呼んでいたな。お前も記憶をなくしてんだろ。昔どこかで会ったのかもしれねえな。ミリアスだってんならいい思い出ではなさそうだがな。力を示せば従うんだろう。首輪でしっかりつないでおかなくてはな。てめえに従うなんて言ったか。俺はフロストの連中に協力すると誓ったんだ。喧嘩はダメだよ。今はもうここに俺が守れるものはねえ。フロスト家の生き残り、次はお前のこと守らせてくれよ。兵器として肉体強化など様々な実験が施された元ミリアスの戦闘用ホムンクルス。制御が難しく手に負えなかった結果、ミリアスに捨てられ、生還が難しいとされる最下層の探査の命令を受けるも、二人の調律師と共に帰還した。
帰還した調律師は2人、1人は調律師長、もう1人は誰でしょう。ライラックの過去はまだ見えてきませんね。鎖の塔は行き場のないホムンクルスの最後の砦だった。俺もミリアスに失敗作の烙印を押された実験体で仮想送りにされてな。みんなフロスト家の調律師に助けられて塔で生活するようになった。敵対するミリアス家の侵攻を防ぐには好都合だったんだろうぜ。俺はホムンクルスを作り続けるミリアスの連中が許せねえ。俺たちは生まれた瞬間からホムンクルスで、運命が決められてるなんておかしいじゃねえか。アーリーアクセス版ではこの先へは進めません。今後のアップデートをお待ちください。今はここまでしか遊べないようです。今後開発が進むのを楽しみに待っていましょう。正式版でもセーブデータが引き継げるといいんですけど。それではご視聴ありがとうございました。